皆さんこんにちは。バナナマンのツッコミ担当でおなじみの日村祐希さん。バナナマンがトンネルズと絶縁と言われる真相、石橋貴明との確執関係、かつてトンネルズ看板組のレギュラーだった芸人の大激怒といったさまざまな謎について紹介します。まずは日村祐希の経歴とプロフィールから紹介します。日村祐希は日本のお笑いタレント、司会者、俳優、お笑いコンビバナナマンのツッコミ担当、相方は設楽治。広島県東広島市黒瀬町生まれ、神奈川県相模原市中央区出身、ホリプロコム所属、血液型O型、妻はフリーアナウンサーの神田愛花。広島県東広島市黒瀬町で会社員の父、保育士の母、兄の4人家族に生まれる。3歳の頃に転居し、神奈川県相模原市で育った。健やか保育園卒、相模原市立横山小学校卒、相模原市立上溝中学校卒業後、神奈川県立相模棚高等学校在学中に同級生の原田健と共に陸上部というコンビで活動していた。渡辺正行主催のお笑いライブラママ新人コント大会の情報を同級生から得てオーディションに参加、以後も出演することになる。高校卒業の際に渡辺から進路を尋ねられ、お笑いを続けたい意向を示したところ、渡辺の事務所に誘われ1991年に正式に芸能界入り。しかし原田が結婚を理由に芸能界から引退することとなり、陸上部は解散する。一方的に解散を告げられたために日村はショックを受けたが、原田の結婚相手は2人の高校の同級生であり、その人に告白しろとけしかけたのは高校時代の日村だった。解散を告げられ、相方と別れる時には平然を装ったが、家に帰って一人になった途端、一人では芸人はできないと自覚があったため、部屋で号泣し、心配して両親が見に来るほどだった。元来両親は日村が芸人になることに対して反対はしていなかったが、解散しただけで号泣するとは思っていなかったようであり、両親はそこまで好きなら頑張りなさいと日村を激励した。その後1年間ほどはテレビの再現ドラマに出演したり、1994年3月公開の横浜バックレ隊夏の湘南純愛編の突っ張り役や機動警察パトレーバーに庭木役の声優として出演するなどして細々と芸能活動を続けていた。しかし1993年10月に西秋元木から4人でお笑いをやろうと誘われ、その集まりの席で現在の相方である設楽治と出会う。出会ったその日に設楽の家に泊まることになり、寝る際に電気をつけて俺たちこれからすごいことになると宣言した。その後間もなく4人組から設楽と日村が脱退する形で現在のバナナマンが結成された。2008年12月31日から2009年1月3日までの出演数が10、9番組と最も出演番組が多い芸人だった。2015年4月17日発売の写真週刊誌フライデーで元 NHK アナウンサーの神田愛花との交際が報じられ、双方の事務所も交際を認めた。そして2018年4月7日にはラジオ番組バナナマンのバナナムーンゴールド内で神田との結婚を発表した。家族構成は父、母、兄、趣味はビリヤード、相撲。2024年10月19日に放送されたバラエティ特番トンネルズの2億4000万の大陸スペシャル、石橋貴明と木梨憲武が揃って同局番組に出演したのは、トンネルズの皆さんのおかげでしたの最終回が放送された2018年3月ぶり。番組では人気企画2億4000万のモノマネメドレー選手権が開催され、モノマネタレントの上永津やお笑いコンビラパルフェの鶴拓や金太郎など人気タレントが集結した。収録直後の取材会では、今回のメンバーはわがままを言って僕が全員リクエストしたので完璧でしたねと語っていたという石橋だが、約2年ぶりとなる同企画にはルーツとなったある人物の姿はなかった。その人物とはバナナマンです。もともとこの企画は2011年11月からおかげでしたで不定期開催されていたもの。企画が誕生したきっかけは、日村祐希さんが石橋さんの誕生パーティーで郷ひろみさんの楽曲2億4000万の瞳エキゾチックジャパンの
1コラス中に次々とモノマネを披露したことだと言われています。日村さんはこの企画の常連でしたし、相方の設楽治さんも司会を務めていました。おかげでしたの終了後は2021年5月に同局バラエティ番組お笑いオムニバス GP 内で復活しています。石橋さんが審査委員長を務めていますが、バナナマンの出演はまだありません。また番組後半では11月8日9日に日本武道館でライブを控えるトンネルズに密着した「情熱大陸」が放送された。終盤では2人と親交の深い後輩芸人たちによるビデオレターが紹介され、おぎやはぎ、ナイツ、カンニング竹山、ナインティナイン、アンタッチャブル、サンドウィッチマンらがエールを送っていた。しかしバナナマンからのメッセージが紹介されることはなかった。過去にはバナナマンのバナナムーンでトンネルズの魅力や偉大さを熱弁していたこともあったが、バナナマンの登場を期待していた視聴者も少なくなかったようで、X では落胆する声が上がっている。おかげでしたの企画が番組化した年末特番「ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ」でバナナマンは欠かせないメンバーでした。しかし2020年12月末の放送を最後に出演がなくなったのです。ただバナナマンはおかげでしたに出演していた頃より多忙になっているのも事実。コンビで MC を務める番組も多く、2人合わせて10本近いレギュラー番組を抱えています。設楽さんはほぼ毎年タレント番組出演本数ランキングのトップ3に入るほど。とはいえ9月28日放送の内村プロデュース復活 SP へは出てた芸人として2人とも出演していました。一方トンネルズは平成のバラエティ黄金期を築いてきましたが、現在は地上波のレギュラー番組はゼロ。さらに2年前には週刊女性プライムで石橋さんとバナナマンの共演 NG が報じられたことも。記事ではバナナマンが炎上しやすい石橋さん芸風を避けるようになり、それを知った石橋さんが激怒したと伝えられていました。真偽のほどは定かではありませんが、テレビ界でのパワーバランスが変わってしまったこともあり、疎遠になってしてしまった可能性もあるのかもしれません。両者の共演が実現する日を多くのファンは待っている。またもともとはトンネルズの皆さんのおかげでしたで不定期に行われていたコーナーで、企画の誕生に深く関わっていたのがバナナマンだった。石橋の誕生日パーティーで日村勇紀が2億4000万の瞳に合わせて複数のモノマネをしたことから企画が生まれたと言われているのだ。企画スタート後、日村は絶対王者として君臨する役回りになり、相方の設楽治は MC を務めていた。石橋と彼を尊敬するバナナマンの絆から誕生した名物企画だったはずだが、皆さんのおかげでした終了後の2022年に同局系を笑いオムニバス GP 内で2億4000万のモノマネメドレー GP として放送された際には、石橋が審査委員長として出演を継続した一方、バナナマンの姿はなし。司会はアンタッチャブル柴田秀次&おぎやはぎ小木博明で、日村の出場もなかった。この時から不仲説が噴出し始めたが、バナナマンが出演しなかった理由として裏番組に出演する可能性があったためといった見方もささやかれ、何とも判断しづらい状況だった。ネット上ではトンネルズとバナナマンってガチで共演 NG なの、2億4000万は日村さんあっての企画なのにバナナマンがいないのは違和感、日村さん由来の企画なのに急に出演しなくなったんだから、何かの原因で共演 NG になったのは明らか、残念すぎるわ。スケジュールの問題で出演が無理になるのはわかるけど、ビデオレターにも出なかったのは下せないなどと不仲説が再燃する事態になった。過去に週刊誌で伝えられた不仲の理由については、石橋の乱暴な芸風は炎上しやすく共演するといじりの標的になるためバナナマンが避けるようになり、それを聞いた石橋が激怒して事実上の共演 NG を突きつけたというものがある。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。